はい、柏しおり NHK をぶっ壊すということで、令和3年2021年、2月の16日火曜日です。時間は14時30分です。14時30分です。はいNHK 党の大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、まあこの動画に関してはね、あの気軽に軽く見ていただければというふうに思うんですけども、本日はい、まあもうちょっとね年表は剥がしちゃってるんですけど、このようなもの、が届いております。なんと銀座千疋屋ですよ。はい、銀座千疋屋、実はね、なんだっけな、福中さん2019年の、4月、2019年の4月ですね、統一地方選挙があって、その時にのね NHK 党、まあ、当時はね NHK から国民を守る党、 N 国党なんていうね言い方しましたけども、その福中さんがですね埼玉県の川越市で、まあ、立候補してくれたという経緯があって、まあ、そこからのね、まあまあまあ、まあ、以前からもね、まあ、ちょっとあの仲良くさせていただいてるっていうのもありますけどもね、まあ、ボランティアしていただいたりだとか、まあ、それを経てね、川越から立候補してくれた川越さんの、あ、川越さんじゃないや、福永さんなんですけども、その福永さんから、なんと銀座千疋屋の、なんかジュースみたいですね、ジュースをいただきました。ありがとうございます。早速、ちょっと開けてみましょうかね。どんなものが入ってるのかっていう感じで、はい、ちょっと、開けてみたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、じゃあ、開けますよ、開けますよ、あ、重たい、いきますよ、せーの、オープン、よいしょ、なんだ、あ、のしがついてる、よいしょ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 、あ、じゃあ、のし、あ、のしですね、のしがついてて、ね、千疋屋の、黒もついてて、なんかお手紙も入ってるな。温かいお心遣いをいただき本当にありがとうございました。ささやかですが、感謝の気持ちをお送りいたします。今後ともよろしくお願いいたしますというね、はい、レターが入っておりました。ありがとうございます。まあ、最近ね、あの福永さん、まあ福永さんじゃなくて福永さんの奥様がね、ご出産されたということでね、まあまあ、あのちょっとねおめでとうございます的なことはさせていただいたんです。で別にね、なんかね、かえってなんか気を使わせてしまったなと思って、逆にちょっと申し訳ないなと思っちゃってるぐらいなんですけど、大したことしたわけじゃないんですけどもね、本当にあのほんの気持ちね、ほんの気持ちという気持ちでね、あのおめでとうございますという気持ちをねお伝えしただけなんですけどもね、まずご丁寧に、ジュースの方を振っていただきまして、ちょっと開けてみましょうか。せーの、よいしょ、あー、すごい、さすが千疋屋ですね、華やかですね。あーらら、ありがとうございます。本当お気遣いいただきまして感謝申し上げます。すいません、ね、千疋屋がもうね高いでしょうにね。まあ、僕もね最近はやってませんけど、ね、僕はまだボランティア、議員になってからもしばらく送ってたかな。まあまあ、あるね、最近は送ってませんけども、当時にもね、銀座千疋屋のね、あのアイスとか送ってましたけど、ね、千疋屋高いんですよ、高いの。ね、すいません、本当、お気遣いいただきまして、ありがとうございます。本当にね、奥様も、ご出産おめでとうございます。まあ、福永さんにはね、お伝えしたんですけども、ぜひね、男の子であればぜひ、まさのぶとつけていただきたいというふうには、ことは言ったんですけども、どうなんでしょうか。まあ、それは冗談ですけどもね、本当にね、おめでとうございます。また今後ともね、福永さんもそうですし、ね、まだ奥様とは一度もお会いしたことがありませんので、ね、お
子さんも含めてね、お会いできたというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。福永さんね、本当にお気遣いありがとうございました、ありがたくいただきます。以上です。柏しおり NHK をぶっ壊す。